礼服をまとった自重自重とは、講義では、ある人物に付き従い、身の回りの世話などをする行為、または従う者そのものを指す。日本においては、特に天皇に側近奉仕する文官や位を意味するため、この項目ではこれについて解説する。なお、過去に存在した武官による自重武官、皇太子に付される東宮自重と、 東宮侍従が所属する部署の宮内庁東宮職。現在において侍従が所属する部署の宮内庁侍従職。上、立領官制の侍従は、和名を、前月見、お表人、表人、町気見、東名は、周囲などという。飛鳥清見原の例の段階では設置されていなかったと見られている。大法令によると、十五位した総統官で、中塚左少に属するとされた。 定員8名であったが、時代と共に増員され、最大20名ほどまで増員された。うち3名は昭和納言を兼任した。自衛官であるため体験した。平安時代に、倉人書が設置されてその役割が急速に縮小され、多くは大納言、中納言、三義が兼任するようになる。中世においては、自重はもっぱら儀礼を担当することになり、天皇に、 側近奉仕する官としての色合いが薄れた。定員が8名の頃、92名の自治重が置かれ、自重と合わせて100名の定員とした。自治重は死後いで、長年の勤務実績がある者が、8省、その他の役所から選抜され任命された。職省は、天皇の側で雑務を担当した。1869年、宮内省に属することとなった。 1871年にはその長として、自重長が設置され、特大寺さねつね、川瀬正隆、東、久瀬道富の三人が任命された。区内召喚制によると、自重長派新人また派職人、都市上寺法師史自重職を統括し弁議事を、総司胸を、センス、自重派、総任都市側近のことを文章すとされていた。部官が官として陸軍から任用されて、 いたのに対し、鈴木寛太郎以降の自重長は、介護により続けて任用された。第二次世界大戦後は、一時期の区内府時代を経て、区内庁自重職に属する。国家公務員法施行以降も、自重は、同法の適用を受けない、特別職とされ、一級官、二級官などの区別が存続していたが、中央省庁再編もは関係の級別記載は、されなくなった。 なお、自重は、特別職であるため定年はないが、70歳を超えると、自己申告した上で退任する慣例がある。自重長の職は、特別職であると同時に認証官でもあり、その任免は天皇により認証される。自重長は認証官ではない指定職の、宮内庁次長よりも格上であり、給与も、指定職8号法の宮内庁次長より、格上の大臣政務官級である。 自重町以外の自重職に、下記の職がある。自重自重と自重うどねり、天皇の身の回り全般の世話をする。殿部、御所の清掃作業などで死人を指揮する。死人、殿部を補佐し、主に御所の表側や外回りの清掃、整備などを行う。ありがとうございます。